えー、おはようございます。即地塾の久保です。さあ、菅総理からですね、速報が出ました。あ菅首相。 緊急事態宣言や GoTo キャンペーンの見直しは否定だということなんですよね。でも同時にコロナ国内感染者が過去最多になっているということですね。まあですからかつて緊急事態宣言が出たレベル以上になっているのに、まあ緊急事態宣言を行わないし GoTo キャンペーンもこのまんまやっていこうということですね。まあご存知のように GoTo キャンペーンってのは日本国中人が動きましょう、働きましょう、頑張りましょうみたいなね、キャンペーンですから、結局この感染拡大に拍車をかけている状態になるっていうのはね、まあさすがに菅総理でも ご存知だと思うんですけどもここには何がしかのねお金を優先する利権ってものが働いて人命をお金に変えているおいしいおいしいという思いをしている方がいるんだろうなっていうところで今日はお話ししてみようかと思います。え記事の方ですね新型コロナウイルス感染症の全国での新規拡大感染者が12日に過去最大を更新したことを受けて菅総理先ほど官邸で取材に応じ最大限の警戒感を持って、えー、自治体の感染状況に応じた対策を実施する。 と強調したとこれ具体的に何をするのかってことは決まってませんしまあご存知のようにね えー、どこら辺まで行ったら警戒レベルを上げるのか、そして警戒レベルが上がったらどんな対応するのか、決まっているけども守っていないということになります。うん、恐ろしいですね。GoTo キャンペーンにしてもね、消費税の10%を値上げにしても、もうめちゃくちゃなわけですよ。もう誰のためにやってるのかわからないというね。将来世代に付けを回さないためと言いながら、将来がなくなっちゃうような日本を作ろうとしているんですよね。これ果たして30年後って日本、どうなってるんでしょうかね。なんか本当にタイムマシンで30年後行ったら日本人が誰もいないみたいな、そんな暮らしになってないでしょうか。 で、GoTo キャンペーンの見直しや緊急事態宣言を行う状況ではないとの認識を示したと。じゃあ、一体前回の、あの、緊急事態宣言ってのは何だったんでしょうかねあの、小池都知事、東京アラートって何だったんですかね吉村都知事のね、大阪モデルって何だったんですかね目立つためにやったんですかねうん、だからね、こういうね、人類の危機と言ってもいいぐらいの時でも、自分の利権とかね、自分が有名になることを優先ということで、有名になったところでね、人類が死んでしまえば全く意味がないと思うんですけども、一体どこを見てるんでしょうか そして同時にですね、こんな人を私たちはなんでね、あの国の代表とか行政の代表に選んでしまったんでしょうね。 うんで、記事の後半ですけども、菅総理は前回、えー、現在の感染状況について、北海道、東京、大阪、愛知を中心に、新規感染者の増加傾向が顕著だとした上で、大規模集中的な検査やクラスター対策の専門家の派遣など、自治体の取り組みをしっかり支援すると強調した。しっかり支援というんでしたら国民の生活ですよね。まずは国民全員に現金を配ってね、安心させて落ち着いてやってもらうってことですよ。不要不急の GoTo キャンペーンみたいなね、 この今ね、お気楽に旅行してる場合じゃないと思うんですよ。GoTo キャンペーン自体はいいですよ。でもやる時期じゃねえだろう、みたいな感じですよね。今ね、あの、医療機関とかはもうパンパンになっちゃってるところとか、もう現場が回らないっていうところと同時にですね、ふわーんと遊んでる人もいるわけですよ。それはね、中小企業とか、旅館業とか、 交通インフラ、こちらの方も守らないといけないですよ。うう宿泊とか飲食店とか。じゃ、そこはですね、もう出勤しなくても、売り上げのために一生懸命やらなくても、現金配るからこれでしばらくおとなしくしといてくださいと。うん、もうね、安全に、それこそステイホームしてくださいって言えばいいわけなんですよ。で、えー、給付金も配らない。配る見込みもないと。で、私もね、官邸に毎日毎日メール送ったりとか電話とかしてますけども、なかなかね、あの、通じていかないですよね。うん、もっともっとね、国民の皆さんが、 100万人、1000万人の勢いで声を上げていかないと、これ動かないんじゃないかなと思っちゃうんですよ。まあ、一ところではね、ちょっとすごくね、不吉な、あの、予告があったりとかね、私のところにね、呼びかけがあります。具体的には何も言いませんけども、このままだったら学生運動みたいなね、ドンパチが始まるんじゃないかな、みたいな勢いですよね。で、緊急事態宣言や GoTo キャンペーンの見直しについては、専門家も現時点においてそのような条件ではないという認識を示している。だからこの専門家っていうのがね、専門家でも何でもないんですよ。もうね、何の専門家なのわか,かんないですね。 <laughs> いなくていいんですよ、専門家っていう人は。もう余計なことしなくていいから、国民の不安にちゃんとね、目を向けれるような、その専門家がいないといけないですね。普通の人でいいんですよ。 普通の人が普通の感覚で多くの国民の不安に寄り添ってくれる。それがいいんですよね。特権階級でね、上級国民にいたりとか、交通事故を起こして人を殺しても罪に問われないみたいな人が、やっぱりこう判断をまともに下せるわけがないんですよ。で、えー、否定的な姿勢を示したと。否定的な姿勢を示す。お前に否定的だって感じですけどね。<laughs> はい。その上で国民に対して、 飲食を伴う懇親会やマスクを外しての会話など感染リスクが高まる5つの場合を踏まえて基本的な感染防止対策に努めていただきたいと呼びかける。結局、国民お前らが感染を広げてんだからお前らおとなしくしとけってことなんですよね。飯も食うな、酒も飲む、ま、な、外に出かけるなはマスクを外しての会話などするなと。ということなんですよね。 うん、だからねもうめちゃくちゃなんですよねもう昔のねファラオの時代よりひどいというね王様は奴隷に一定の人権とか自由を認めて王様の財産は奴隷ですから奴隷に対してはちゃんとねあのー、福利厚生を充実させて病院にもかけたりとかね家族作らしたり結婚を認めたりとかそれから場合によってはね地位のおこう異常もしてたわけですよ要するに奴隷階級から一般あ市民になったりとかねそこから兵士になったりとかあ教皇になったりそういう道は開けていたんですよね な、なった例は少ないと思いますけども。現在はですね、もう一般国民はそこから抜け出せないように、完全にその地位に封じ込めて、まあ一挙に抹殺しようとしてるんではないかなという風なね、そんな記載するわけですよ。さあそこでですね、えー、もう一般国民の中で頑張って大きな企業をね、作ってくださった方、スカイラーク200店舗閉店。どうですかね、1店舗あたり3人の社員がいたとしても600人が、これ、えー、ちょっと先行き不安になってしまうところもありますし、驚いたのはね、あのね、王者、電通ですよ。電通が、 あ、一部の社員を200人規模でね。個人事業主にするということなんですよ。で、社員から個人事業主ですよ。個人事業主ってことはもうね。これあれ？振り込みしちでしょ。今までのような特権を与えないのはいいんですけども。散々電通が甘い汁を吸ってっていう風うにね。国民がね。 電通を悪人にしてきたんですけども、いざね、そうなってみると、なんかこれやばくないかってことですよ。だって電通の社員ですら、その職業を全うできない立場になるとすると、じゃあ一体ね、どんな仕事がこの世の中に残されてるんだと。電通の社員でも行くとこないのかよ、みたいになっちゃうわけですよ、今度は。で、私の住んでるところではね、クレシっていうのがあるんですけども、広島のクレっていうところは、あの、日清成功。これがね、近年、あの、創業を停止して3000人の社員を解雇するらしいんですよ。 で、あのでかい工場がなくなると周辺で飲食店とか宿泊業とかね、諸も々ろもろ商売されていたことも一気にダメージ受けるんですよね。 やっぱりね、一つの企業で持っていた街っていうのは、その企業がポンとなくなると、本当に街一個がなくなるみたいなね、そんな現象すら起きるわけですよね。そしてしかもこれはね、クレッシュで起きてるわけではなくて、日本全国で似たようなことが起きてきて、工場を閉鎖しますとかね、規模を縮小しますとか、店舗がなくなりますとか、場合によってはショッピングセンターをやめようかってこともあるわけじゃないですか。そうしたらそこで勤務していた方とか、そこで買い物していた方、要するに需要と供給を作っていた方が同時にいなくなるわけなんですよ。これに対してね、 なんですか、マスクを外しての会話、感染リスクが高まるいつの場合踏まえて、うん、印象伴う懇親会を、こういうのはね、あ、う、の、ん、感染防止に努めていたいだきたいと。感染防止に努めるのはお前だって話ですよね。そのね、菅総理に中心とした、もうなんですかね、あの、専門家うん、いろいろと会議をしてるのかもしれませんけども、そこで出たアイデアが、マスクを外しての会話はやめてください、みたいなね。こんなん誰でも知っとるわって感じじゃないですか。 だからそういうことじゃなくてもっと抜本的なね、政府にしかできないようなことがあるでしょうと。もうズバリ財政出動ですよ。こういうのをやらない限り、いくらマスクを外したところでね、印象を伴う懇親化をやめたところで何の効果も、何の効果もないんですよ。結局生きるためにどっかに働きに行かなくてはならないと。しまいにはこれね、事件になりますよ。 ちょっと前でもマスクを取り合ってね、殴り合いがあったみたいなこともありましたけども、あれと同じことがね、今度は生活費とか、あの、人かけらのパンをめぐって、人々がね、傷つけ合うみたいなこともあるかもしれないですよね。だからなんか、北斗の県の世紀末ね、マッドマックスみたいな世界が俺来るんじゃないかなと思いますよね。まあ、恐ろしい時代が来たもんですよ。私ね、あの、自分の家のことで恐縮ですけども、1歳、この前11月1日に、あの、1歳になった山とくんっていうのがいるんですよね、息子が。で、この子に、 本当に素晴らしい未来を提供できるかなもうなんか個人レベルではもうね、抵抗しがたいようなね、この世の中になっていくんではないかなと思いますよね。まさに将来世代にツケを残すようなことになってしまうんじゃないかなと思いますけども、あーなんか暗い話でございますね。まあ、とりあえず特別性額給付金の第2弾、ケチらずに100万円出してくださいよということを言って今日は終わっていこうかと思います。皆さんお疲れ様でした。